まあ、さっきの特攻隊のちょっと戻るんですけども、うん、特攻隊でまあ飛ばずに結局命拾いされたわけじゃないですか、うん、でその3人組は、うん、中野さん含めた3人組は助かりましたけど、うん、当然そこ並んでた他の隊は行ってるんですよね。そうよ。でみんな亡くなってるわけですよね。全部じゃないの。その生き残った人は飛ばなかったってことですか。それか飛んで、うん、途中でやられたのが、はい、もうおらんだろうけど鹿児島のね、はい、端っこにおったのが、はい、広島で私に失礼したから失礼しまでわざわざ訪ねて、うん、時はありがとうございました。飛んで撃墜されたけど助かったって人がいるってことなんですね。そうなの。へえ、すごいですね。その方もそんなのもおるんだよ。あ、なんか非常にもう燃料タンクやられたらおしまいです。そうですよね。でも非常にお聞きしづらいんですけど、うん、そのやっぱ特攻隊に行ってもお国のために捧げるつもりでみんな、うん、飛んでて、まあ、亡くなった方もたくさんいるわけじゃないですか。そうそう。その時に、うん、まあ、これは多分そういうふうに言ってる方も実際いたんで、あの中村さんがどう思うか伺いたいんですけど、やっぱりその生き残られたわけじゃないですか。私ね、はい、うん、でそのやっぱり他の仲間が特攻隊で行ってしまった、うん、中でその自分は助かった中で逆にちょっとそういう罪悪感じゃないですけど、うん、みんなは行ってしまったのに自分は残ってしまったみたいな、そういうことに悩まれたこととかってありました？いや、また行くよという気持ちがおったか、うん、だからでやることをやって、はい、あの残ったんだから、うん、で今度そのチャンスがあったらまた行くよっていう気持ちは全然変わってない、うんうん、逆にブレなかったってことですね。そうです、うん、そうか。そして実際、まあ、その後さっきもお話が上がったようにこの喫下のもあって、うん、まあ、その後も三沢かで終戦ってありましたけど、うん、そのいわゆる終戦8月15日、まあ、僕らあの玉音放送天皇陛下のそこでこうなんかみんなひれ伏したり泣いてる姿しか知らないんですけど、うん、中村さんの8月15日は今パッと終戦の日はなんか思い浮かぶとどんな感じでした？なんかいわゆるそういう玉音放送例えば聞いてるのかとか聞きました。それどういう状況でした？なんかラジオで何か天皇陛下からあるらしいぞみたいな、うん、どういう感じだったか覚えてる範囲で再現していただきたいんですけど。いや、やっぱりダメだったかっていうこと、うん、それと私の場合はその時に救急式看板というのをまだ舞台の調和、うん、ただいまおかあの怪しげな放送があった。ああ、なるほど。いうことだったんですよ。まだ信じてなかった。そうそう、うん、だからあ今から100人それは三沢だからね、はい、この7、2、4空で、うん、今から3人パイロットが行って、はい、3機の飛行機を100人からもらってこいということで、うん、3機取りに行ったんですよ、はい。そしたらその時の私よりも兵学校出たばっかしで経験もない人が来たわけ、うん、そして電車に乗って出ようとしたら陸軍の水戸の部隊が球場を守るためにということで4車ぐらい貸し切りやと。だから動かんしね。でその時にその人が3機の長だから、はい、陸軍の部隊が乗っておって、うん、なかなか動かん、はい、動いても次の、うん、石岡という兵器で止めてもらわなくちゃいかんから、はい、それを相談してくれって言った、うん、で向こうはマントを着て、はい、そして威張っとったけど、うん、そしたら「いや私は行かん」って言うから「いやそんなこと困るじゃないですか」って、うん、で私は行って。実はこうして、まあ、終戦になったという放送聞かんことはなかったけども、ええ、信じてないからこういうわけで飛行機を3機、うん、取りに3人で行くようにしてある。だから石岡の駅で降ろしてほしい、うん、そしたらうん分かったというわけで納得して、で行って石岡で止めてもらった。わざわざ電車4車、はい、舞台が乗っとったけど、ええということで、うん、で電話してトラック来てもらって、それから飛行機を利用し、うん、その日は土曜日だった、はい、そしたらなんとその町の彼女が面会に来た。で夜はどうなったかわからんけども、あくる日になって、うん、整備員がね、あの地区から背の高い
いらんのって言う、はい、私と同年兵、で石岡の町から来たので、それが要整理し整理をやってくれたから、はい、よしその向こうの、うん、町の外れの方で、はい、よし乗れって言って乗っけてって言ってぐるぐる回って、あとあの家だなっていう上から確認して、うんうん、って言って、うん、3回やった。確認燃料いっぱい積んで、うん、そしたら後ろ、私の後ろに整備が乗っとるんで、はい、もう三沢の方に帰るの、一番気に乗るんじゃないんかって、うん、いやいやいや何も言わんかったけど、うん、で以前はね一番気、二番気、三番気とあった、はい、今は逆よ。だから私はその前に百里から松島の方の大切紹介で爆弾積んで回ったりしとったから、はい、10時から11時ぐらいになったら海水が動く、はい、そしたら渦を巻いて霧が出る。だから霧が出たら雲になるから、そういうのを随分何回も体験しとるから、うん、だからもうそこによったら雲が出るかもわからん、はい、うん、そうしたらその時には私が一番綺麗に行って、で途中で交代するよ。今と違ってマイクじゃないからね。はいはい、そうですね。うん、だからそこまで言ったんだけど、うん、そしたら上に上がって松島まで行ったら、うん、案の定雲が霧が、うん、いやこれはいかんなってわけで、で私が電話つまへんでて、雲があるから俺が一番で行くから、うん、ということで出たら向こうがうわーっと出てきて、うん、でそのうちにも雲の中入ってしまう。で私はもうその当時は研究機構訓練やっとったからね、うん、だからじわーっとこうやりながら雲から出て、はい、そしてしばらくしたら見えない、うん、相手の2機が、はいはいはい、あらどうしたかな、大丈夫かな、うん、いや後戻りしたかもわからんから、うん、松島の飛行場の上まで後戻りして、はいはい、確認した、うん、おらない、うん、いやおかしいなって言いながら、でまた全速でしばらく飛んで、はい、そしたら前にもおらん、うん、いや困ったなと思うんだ、何回もやってるわけいかんから、よし帰ろう。で帰りに今と違って、はい、以前はメーターだ、うん、100メーター単位、はいはい、高さ、はい、ということで、うん、私は100メーターでちゃんと海岸を飛んでるのに、はい、整備員が高度がゼロですゼロですって後ろから大きい声で言ったけどね、うん、大丈夫だよちゃんと見ながら飛んでるから、うん、そして最後だから、うんと思って三沢に帰って、うん、で三沢の上でももし前の飛行機が飛んで来てなければ大変だ、うん、そうですね、はい、いうわけで私が勝手にやるわけ、うん、1回2回回ってで、あやっぱりおらんなということで着陸して、うん、で飛行長がおったから飛行長にこういうわけで2機おらんようになります、うんうん、で帰ってきました。報告したら飛行長がお前なんで自分だけ帰ってくる、自分だけって言ってもねやむを得ませんということで、で2人2機、はいはいはい、ダメになったというのがどっか書いてあるはず、うん、その2機は海よなくなっちゃったってことですね、うん、後からね記録を残しておるけど、はいはい、隊長がその隊長がまたなんか知らんけど自衛隊が始まってから私が金谷に行った、うん、そしたら徳島に先に入ったんだな、自衛隊もバラバラだったからね、うん、で私の時には自衛隊が始まって、うん、今度募集しとるからって言って、はい、薬師寺和夫という戦時中の部隊の長がおって電話連絡くれたから、で行った、うん、格納庫を案内したりなんかして紹介してくれた後試験あるから、うん、一応準備しとかなきゃいかんよ、え試験があるんですか
抽選からね。終戦後に試験があるんですね。うん、でもさっきのその2期は、うん、すみません、ちょっと一応確認させていただきたいんですけど、その要は終戦の、その8月15日のところで、その、3期取りに行くっていう、その さっきの話で、終戦のところで亡くなっちゃったってことですよね。そうよ。そうですよね。発表があって、ね、その3期取りに行くと。取りに行った。それもちろんね、どんな形にせよ、うん、命を落とすっていうのは、うん、まあまあね、もう当然言うまでもなく、あの辛いことですけど、その戦争終わってから、ある意味終わってるのは、まあ、まあ終わってるといえば終わってるタイミングで命をなくす、うん、これに書いてあるのは、墜落って撃墜されてるわけじゃないわけですよね。事故ですよね。もう戦争じゃないから。ですよね。事故、そんなことを書いてるよ。そうですよね。思い出の中に、うん、入ってるんですね、はい、いやー、かわいそうな、ね、あれが一番かわいそう。そうですよね。高橋っていうのと、うん、それから整備員がようこそ私の後ろに乗ってきたなって、うん、本当に奇妙。そうですね。さっきのね、まあ、因縁とも言ってらっしゃいましたし、運命とも言ってらっしゃいましたけど、まあでもね、逆に言うと生き残った方っていうのは、その奇跡を全部あるから今あるわけですよね。いや、でもなんか改めてなんですけど、うん、今回こう今日ね、お話伺う機会いただいて、うん、今まで誰にも語らなかったというか、もちろんね、あの息子さんだったり、うん、ご紹介くださった方にお話しされてたこともあると思うんですけど、うん、今まで一回も誰にも話してないことってありますか？もう息子さんにすら、なんかそれ戦争のことで。戦争のこと、うん、あまり必要ないことは喋らんから。言い方がいいか分かんないんですけど、うん、まあ、まだまだ長生きされると思うんですけど、なんか ご自身の中で、あと、はい、あと5年、うん、5年、病院の先生が、はい、あと5年頑張ってくださいよ。いや、もうぜひ5年と言わず10年、15年。それは分からんけども、5年は粘りたいなと。うん、いや、まだまだね、本当お元気だと思うんですけど、なんか僕から今いろいろ伺っちゃいましたけど、ね、ご自身でもいろいろ多分まとめてくださってて、やっぱこれだけは今話したこと以外で、うん、なんかやっぱ話したいとか伝えたいってことございますか？なんか、まあ今となっては、なんかその戦争、まあ改めて振り返って、うん、これだけはこうしとけばよかったなって、なんか後悔ありますか？まあ、やりたいことをやらせてもらったから。いや、もう一つ、はい、舞台は本当は奇跡な舞台作りを準備進めておったんですよ。奇跡な舞台、米軍から飛行機をね、分けてもらったの。艦上爆撃の進んだやつ、一つは機関銃が主体、二つ目はレーダー、大きな、はい、それで即席しながら、うん、ペアでね、刺激するような、はい、その舞台を作るということで、まあ、薬師寺和夫という人が、戦時中から私に知らったけど、うん、その人が来て、その飛行機を、そうね、今長男のが誕生日に歩き始めた、その家で、はい、ああ生まれて、うん、そこの隊長さんが薬師寺和夫、はい、一男、その人が町で舞台を作ってやろうとしとったわけ、うん、そうしたら鹿屋から厚木まで行って、それも6機ずつ12機もあるからね、うん、帰りに厚木から名古屋で、名古屋も民間ができてすぐだったから、うん、はい、着陸前にパターンを回って着陸する、うん、はい、うん、それをどうも隊長さんが間違ったらしいんで、そうしたら陸軍の部隊を指揮しとった人がちょっとこいつ、それで半日かかって揉めた、帰ってみたけどなしのつぶで、うん、でキャンセル。え、それは戦後？戦後よ。ですよね、米軍から分けてもらった、ね、そうなの。でももっと大きな訓練をね、はいはいはい、地上から砲火爆撃の訓練とか、はい、編隊の訓練とかやる計画はあったわけ、うん、ああそうですよね、うん、だからあれが一番惜しいことしたな。うん、なるほどね。米軍としては陸軍だから、民間を邪魔したということになったら、
問題が大きいわけよ、うん、だからそういうこともね、うん、あったし、うん、いやまずかったな、うん、あの戦時中の話にちょっと戻っちゃいますけど、うん、戦後の若い世代が例えば NHK だったり、うん、まあ、いろんな新聞読んで戦争中はこうだったとか、うん、いろんな、まあ、特攻隊のこと一つとってもあるじゃないですか、うん、で中村さんがそういう報道を戦後の報道を見てきて戦時中の、うん、これ言われてること明らかに違うんじゃないかなみたいになんか思うことありますか例えばですけど特攻隊は、うん、一応僕が調べた限りは公式記録は志願制、うん、志願制だけど実際はさっきほぼもう強制というか命令だから志願だったら自分で手を挙げて特攻に行きたいっていう話じゃないですか、うん、つまり命令じゃなくて、うん、でも実際はほぼ強制の志願だったっていうどっちかは分かんないいろんな報道があるわけですよね、うん、で中野さんにさっき伺うと実際はもう選択の余地はなかったって話あるじゃないですか。そりゃそうね。なのでまあその特攻隊のことはさっき伺ったんですけど、うん、それ以外のことでもいいんですけど実際この戦後のいろんな報道で戦時中の様子を見てるときに中村さんがいやなんかそういうふうに言われてるけど実際違ってたよみたいなことってなんかありますか。どんなことでもいいんですけど。いや全然感じない。基本的には正しい報道されてることは正しい。そうだったということ、うん、いやこういうたまたまこう、はい、この間から出てきた本。何ですかそれ。 見せていただいたんですか。歌。歌。すごいですね。命惜しまぬよかれんの息の翼、勝利の翼、見事撃沈した敵艦を母へ写真で送りたい。そうだろう、うん、そういう教育を受けたで、うん、おったんだけど、うんうん、だから普段からこうだから、うん、そうですね。あの特に行くことがいや俺嫌だっていうのはおらんかった、うん、むしろ誇りに思っていくわけですよね。そうなの。でもそういう意味ではそこで、まあ、終戦迎えるじゃないですか、うん、でいわゆるそういう叩き込まれてるものが、うん、まあ多かれ少なかれ遅かれ早かれみんな溶けていくわけじゃないですか、うん、日常の生活に、うん、中村さんの中では どこでその8月15日とは別に、うん、中村さんの心の中で、うん、戦争に行ってる中村勝が終わって普通のこの中村勝に終わったっていうのはどこで終わったんでしょうね。戻ったというか僕に感じなかったな。自分に戻らなくちゃいかんということで、うん、命の危険を感じなくていいんだとかお国のために戦わなくていいんだっていうなんか安心感とかみたいなやっぱあったんですか。だから今度は生活ぞ。そうですよね。今度は生活の問題、うん、その現実のところが来たわけですよね。ねえ、うん、今まで、まあ、さっきの話振り返っても少なくとも3回か4回お話伺っただけでも、うん、九死に一生を得てるわけじゃないですか。そうよ、うん、なんかまあそれがさっきおっしゃったように奇跡とか、うん、因縁とか運命って言えばそれまでだと思うんですけど、うん、でもやっぱりその境目で全部生き延びてこられたわけじゃないですか、うん、そのなかなかこれちょっと質問としては難しいかもしれないですけどでも改めてなぜ生き残れたと思います。そこで同じ状況でやっぱり亡くなってる方もたくさんいるわけじゃないですか。分からんな。その時を一生懸命必死になって頑張ったという、うん、いうこと以外は考えられない、うん、でもさっきのその不時着するのも諦めてないわけですもんね最後まで。そりゃそうよ。やっぱ諦めたら絶対もうそれ終わってましたよね。うん、そりゃそうよ。で実際戻ってこられて、まあ、さっきね、うん、彼女の話なんかもありましたけど、うん、ご両親はその時ももうあの お元気だったんですか終戦の時。いや親父は私が横浜に行って1年半経った時に亡くなった。それは出兵されてってことですか。そうそう。横連に行って、あ、お父様も。ご兄弟は。兄貴は陸軍。お兄様は戻られたんですか。帰った、うん、帰ったけども朝飯食ってる時に、いや、ゆうべもうなんか親父が、ね、眠れん寝苦しいって言って、うん、はい、苦しんでる夢見たんだよなって言ったら、朝ごはんの箸をパッと置いて、実はお墓の古いのを重ねて建てたんだっていう、うん、って言って、うん、その時の私が帰った後、先に帰ったからで建てたもんだから、うん、でびっくりして行って古い墓をまた元のところに、古いところに置いてきた。そういうこともあったしね、うん、本当100年生きてこられたって、1世紀生きてこられてるんで本当にすごいとしかもうあの、ね、あの
感服させていただいてるんですけど、やっぱり改めてですけど、今回ね、まあ、こういう機会いただいて僕としてはすごくありがたいんですけど、当然まあ心の中だけで止めていただいたりとか、あとその親しい方とお話しするだけの方もいらっしゃるわけじゃないですか。あと実際親しい人にも話さないまま人生を終えられる方もいるわけじゃないですか。そういう意味では中村さん、 なぜ今回、まあもちろんご紹介者の方がお話こうやって取材受けたらっていう話あったのかもしれないですけど、でも最後はご自身でいいよって選択されてるわけじゃないですか。そうですね。なぜやっぱりこうやって話してくださるっていうお気持ちになったんでしょうかね。まあ今までね、実は海上自衛隊の OB会の方も私はずっとやってきとったわけ、去年の暮れからあんまり一人でバタバタしたらぶっ倒れたりしたら長男がおるのにいけんからと皆さん心配しますよね思っておる。だからね、OB会の方もだいぶ遠慮しとる。ああ、そうなんですね。まあ、その中でこうやってこのね、今音声と映像を撮らせていただいてますけど、これやっぱり本当に今後何十年何百年ってね、残る貴重な本当にお話だと思うんですよ。で、だったらいいが、いやいや残りますよ本当に。で本当にもうなんか改めてですけど、やっぱりなんでしょうね、これ見てる方聞いてる方、僕今43歳ですけど、僕も子供を見ますし、これから生まれてくる、まだ生まれてない人も見て聞くと思うんですけど、やっぱりそういう人に対して率直に本当に中村さんがなんか伝えたいこととか、やっぱ戦争経験されて100年生きてこられて、なんか伝えたいこととかってありますか？まあね、無理やりってことは全然ないんですけど、ただこの僕がこのずっとやってきてる、今まで10年間で30人ぐらいの戦争体験者の方にお話伺ってるんですよ。あ、そう。でやっぱりね、特攻隊の方もいらっしゃいましたし、普通に戦争は行ってないけど、例えば普通に主婦をやられてて戦争体験した方、いろんな方いるんですよ。よくあれ NHK の戦争のなんかプロジェクトとかそういうのだと、やっぱり特攻隊行った方とか原爆を受けた方とか、そういう方の取材が多いんですけど、まあ、今回はね、本当にありがたいことにもちろん中村さんにお話が書いたんですけど、僕がこのプロジェクトずっと続けてる意味っていうのは、やっぱり戦争のその時代を生きていた人の、それは特攻隊行った中村さんの、まあ、ような方もいれば、そうじゃない方、全てのその時代生きてた方の、その時何を思っていたかっていうのを歪めることなく僕は残したいんですね。で人によっては、僕実際こういう方いたんですけど、僕のイメージだと当時戦争を経験した方ってみんなもう毎日死の危険と隣り合わせだったんじゃないかって勝手に思ってたんですけど、実際話を聞くと、例えばすごい裕福な方でお医者さんで疎開してて、で特に命の危険なかったっていう方もいたんですね。おう、でその一方でもちろんもう中村さん死と隣り合わせだったと思うんですけどこの今回インタビューさせていただいた中で、今中村さんとしても当然その過去のこともですけど、今のなんか日本を見ててとか世界を見ててとか、まあそんな大きなことじゃなくても、やっぱりなんか思うこととか、あと若い人とか こういう感じで今例えばいいんだろうかとか、なんかいろいろな、なんていうし、やっぱり長く生きてらっしゃるので、やっぱり先に生まれてる文字通り先生なので、何か僕たち世代、これからの世代がよりよく生きるためのなんか、まあ、アドバイスでもいいんですけど、なんか一言いただけるとありがたいなっていうところを、どんなことでも本当に構わないんですけど。ね、アドバイスっていうのはまた謙虚な方だから、なかなかそこまでは、人間の意気込みというのは、やっぱり自分で、ね、自分の希望は守るようにしなくちゃいかんということじゃないですか。それは個人としても国としても、自分たちでちゃんと、そうなので、今は、まあ、自分って言ったら自分が先に立てという意味になるかもわからんけど、内容によるけれど、なんか難しいねそうですね、本当永遠のテーマだと思うんですけど、やっぱりこのね、今まさに去年からロシアとウクライナの戦争もあるじゃないですか。やっぱりこの終戦、まあ、もうすぐ80年経ちますけど、なんかこの10年僕もいろんなこう戦争体験者の話、方の話を聞いてて、もちろんその戦時中に比べたら平和になってるけど、でもやっぱりまたちょっと世界がざわざわしてて、ある方に言わせると、そのやっぱ戦前の時のちょっと空気に似てるみたいに言ってる方もいらっしゃるんですね。いや、現にそうですよ。そう思いますか？ああ、思います。
それはどういうところから感じますか？ロシアもそうだけども、うん、中国でもね、うん、間一髪のところまで、そうですね、うん、手を出そうとしてるんですよ、うん、もうすでにもうこの前からの放送を見とるとね、海をどんどん埋め立てたり、うん、そして陸地を作って、はい、自分の土地を増やそうとしてるんですよ、うんうん、地球を。あれはもう間違いない。あれはもういけんなと思っとるけど、うん、しかし日本は痩せるばっかりよ、土地もそうだけど、うんうん、民間の人がね日本の土地を売るんだもん、うんうん、それは日本は何とかしないとどん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 痩せていくばっかし、まあ、それがやっぱり一人一人っていう意味でもそうだし、国としてもってことですよね。そうなの、うん、国がね、うん、国総理大臣がもうちょっとしっかりしてもらわんと困るなと思いますね、うんうんうん。なんか改めて戦争体験も今日2時間以上お話伺いましたけど、もちろん戦争そのものはね、人がもう殺し合ったり亡くなることなんで決して良くないことですけど、ただその戦争という一応その体験をされてきて、その後80年近く生きてこられた中で振り返って、中村勝さん一個人として、なんか戦争で得たものと失ったもの一つずつ挙げるとしたら何でしょう？失ったものって言ったら、やっぱり自分の国は自分が発起人として守れって言いたいよ。やっぱりそこですか。ねえ、うん、守れるように努力をしなくちゃ、みんなで、うん、協力。日本でこやっとギリギリ生活してるのが、これ以上痩せたら生きちゃこれんよと思いますね。あの中村さん個人として逆に、まあ、戦争で得たものっていうとちょっと言葉適切じゃないかもしれないですけど、うん、中村さん個人として体験でもいいですし、うん、何か精神的なことでもいいんですけど、戦争の体験で例えばこういう心を強くされたから、その後の例えばもう80年はもうある意味全然楽だったっていうとあれですけど、なんかそういう何か例えば精神を養ってもらったから昔やっぱりあの戦争体験お話伺った方が、うん、戦後はやっぱり同じぐらいの方だったんですけど、二十歳ぐらいで終戦迎えた方が、戦後の70年は余生だって言ってましたね。つまりもう二十歳で終戦の時点で、その時点で自分の人生はいい意味でもですけど、あまりに密度が 濃すぎて、その後いろいろ70年あったけど、なんかもうその時に比べたら、まあ、楽っていうとちょっと語弊ありますけど、でもやっぱり命は奪われないじゃないですか基本的に。だからなんか余生だよっておっしゃってたんで、まあその方の言葉もすごくインパクトあったんですけど、まあ、中村さんはどうだったのかなっていう、まあ、一人一人考え方が違うね。なんかその戦争の時のこの体験が今の何かに生きてるって、まあなんか具体的に言ってあんまり湧きづらいかもしれないです、おかげさんで私は、はい、自分の意思が 60% から 70% 踏まれて生きてきたから、まあよかったなという方だもんね、うん、そうですよね。 60% 70% って半分超えてるわけですよね、うん、なんかその秘訣って何ですか？まあ他の人よりも苦労してないなということよ。苦労してないと思われる、やっぱその謙虚さですかね。どうだろうね、順調にいっておるということじゃないですか、うん、もうみんな対する指導的で立場でやってきたからね、うんうん、あ、そうですね。ずっとあの改めてもう今年101歳ね、また11月抜かれてでね、 あと5年ね、そして僕からするともう10年15年生きていただきたいんですけど、やっぱり改めてその長生きの秘訣、これちょっと戦争の話と若干ずれますけど、うん、でもやっぱ100年生きられるとは昔は思ってました？いやいや、いくつぐらいまで生きられたらいいとか生きるって思ってました？おかげさんでね、健康であったから本当に良かったと思ってる。だからね、はい、もう人間みんな大健康じゃないの？その健康の秘訣は何ですか？まず自分を鍛えること。鍛える、今この100歳現在鍛えるための何されてますか？一日一日を大事に生きるという、うん、それが自分を鍛えることになるわけですね。もう今となってはね、今、はい、今日を大事に生きると、うんうん、
いうことじゃないかと思っております、うんうん、なんか習慣にしてることとかありますか？毎日これだけはしているとか、例えば筋トレかもしれないですし、朝必ず何か日記を書くとか、誰かに手を合わせてるとか、なんかちゃんと拝んでますよ。誰に拝んでるんですか？何に拝んでるんですか？神様なのか奥様になのか、うん、祖先ということです、ね、うん、私の妹も、はい、そうだけどもね、はい、でも向こうの、はい、嫁が、はい、嫁というよりも、うん、孫だけど、はいはいはい、大事にしてくれとるから、うん、それに感謝、うん、でも なんかやっぱ頭下がりますね。中村さんも今日のこのインタビューの中でおかげさまでっていうのを、うん、もう何回もおっしゃってるので、やっぱりその精神感謝、うん、です。なんか本当にそうしないと自分は苦しめる、うんうん、感謝の気持ちがあったらうん、だいぶ楽になる。そういう意味ではなんかもう今答えていただいたのかなと思うんですけども、中村さんの座右の銘とかってあります？大事にしてる言葉。私は犬同士だけどもね、はい、感謝、やっぱりそこです、はい、最後になんですけど、はい、改めてパッと思い浮かんだことを言っていただきたいんですけど、はい、中村さんが真っ先に戦争の記憶って言われて真っ先に思い浮かぶシーンってどんなシーンですか？戦争に関して、うん、それはやっぱり特攻ですね。やっぱりそこですか？特攻です。特攻に行った時のもう名簿見ても本当にあれもこれもっていうのがあるからね、うん、それは忍びない、うん、あ、それはその名簿見るとその彼がそうです、うん、なんか一番印象的なそのやり取りした誰か言ってしまった友人との言葉とか覚えてます？一番忍びない今思い出す加藤圭一、さっきの、はい、同期のマフラー、はい、マフラー、はい、その彼とどんなやり取りした言葉が今印象的ですか？その忍びないっていうのは。いや、あれは許嫁がおると言いながらですね、なんだマフラーも持ってなかったのかっていう気持ちはあったから、うん、別のマフラーをあげたんですってことですね。みんなじゃあ結構いいなずけ恋人がいた人は結構そういう人からもらったマフラーをつけて特攻に飛ぶけど、うん、はあ、ご友人の加藤さんはいいなずけがいたけどそのマフラーを持ってなかったので、そう、中村さんが、まあ、ちょっと忍びなくなって、はあ、そうやったら俺のこの持ってるマフラー、うん、まあ、中村さんもその彼女からもらってたマフラーだと思うんですけど、それを渡したんですね。そうです。最後なんか加藤さんとなんか握手 して頑張れよとか言ったのか、なんか抱きしめたのか、言葉何もなかったのか、どんな感じでした？そこまでは覚えてないけども、うん、マフラーをあげたっていうのが、うん、せめてものをね、うん、お名残だったなという、うんうんうん、だからもうあとは成立の時に私が倒れたんだ、うん、やっぱりそこですよね。ねえ、うんうんうん、そこが運命のわけ本当ですね、うんうん、というのは、はい、百里から一回名古屋、はい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 、名古屋の工場で、うん、あの燃料補給して、はいはい、鹿児島まで飛んだんです、うん、はい、その名古屋の飛行場まで名古屋に下宿しとった頃まで、うん、そのおふくろが飛行場まで送りに来た。そして、はい、死んだらダメよって言った、うん、だから私が死ななかったかどうか知らんけども、うん、しかしこっちはもう出撃するんだったらば精一杯でそんなことを考えなかったんだけども、はい、ぶっ倒れてしまう、うんうんうん、他の人も申し訳ないけど、うん、という名残。やっぱり申し訳ないっていうのはあるんですね。あるね、うん、それはずっとこの戦後80年経ってもたまにそういうふうにやっぱり常にそういう思いはある。 あります。そうだよね、うん、その申し訳ないっていうのはなんかあれですかね、やっぱり自分が生き残ってみたいな。そうです、うん、まあ、この名簿を見るだけでね、はい、あ、みんなこうして、うん、出て行って、はい、帰れんかったんだな、うん、ということで、まあ、なんかね
何も知らない人から、うん、若い人からするとこの名簿を見るとああそうなんだってなっちゃいますけど大変だったなって思っちゃいますけど、ああ中村さんがこの名簿を見ると全然見え方が違うってことですよね。全然違う、名前がそれはああこれもかあれもかっていうことでね、それでいろんなまあ線が引いてあったりなんか名前が引いてあったりこの彼が何とかだったとか全部いろいろ思いがあるわけですね、うん、あります、うんいやありがとうございます。だからね、うん、あんまり好んで、うん、もうやることじゃないし、そうですね。だから本当に、うん、もうね一人一人の顔がもう滲んでくるもんね。そうですよね、うん、それは絶対消えないですよね。そうよ、あの頭と胸に、ね、そうです。